カリフォルニア大学サンディエゴ校における上演は、ベーター・バイスの儀曲。1964年4月29日、ベルリンシュラー劇場にて初演。題名が長いためしばしば、マラー、サドと略される。全体が劇中劇の形で提示される、実験的な作品であり、フランス革命期の過激な共和主義者、ジャンポール・マラーが浴槽で、シャルロット・コルデーに視察された出来事を、 1808年7月13日、シャラントン精神病院にて、自身入院患者であったマルキド、佐渡公爵が患者たちを使って上演している、という設定になっている。シャラントン精神病院は、当時、所長のクールミエによって、精神治療の一環として、実際に患者による演劇が実施されており、また佐渡も実際に1803年から1814年まで、 ここに入院し劇の台本を書いていた。ただしマラーについての劇を書いたという事実はない。精神病院の大きな浴室が舞台であり、大勢の看護人たちに監視される形で劇中劇の上演が行われ、途中で脚本家サドによる指示が入る場面もある。全体は2話からなり、第1話でマラーの追い立ちから革命化を志すまでの権威が、第2話では、 国民公会におけるマラーの弾劾演説、佐渡との対話、コルデーによるマラーの視察とナポレオン時代の到来が描かれる。戯曲全体の主題は、全体主義者として描かれるマラーと徹底的な、個人主義者である佐渡との思想的な対決にあるが、患者たちの監督者であり、ナポレオン体制の体現者である所長クールミエが、しばしば劇を中断させ、 最後は患者たちがナポレオンを称えながら、狂乱状態に陥る場面で終わる。この最後の狂乱の場面は後に、患者たちがナポレオンを称える合唱に改められている。作者のバイス自身は執筆当時、サドでもマラーでもない第三の政治的立場を模索していたが、後にはマラーの立場を肯定的に描いた東ドイツの演出を肯定的に捉えてもいる。 この儀曲は1966年アメリカのトニー賞演劇部門を受賞した。1967年にピーター・ブルックによって映画化もされている。1964年のロイヤル・シェイクスピア・カンパニーによる舞台をきっかけにこの舞台を手掛けた演出家ピーター・ブルックの監督で1967年に映画化された。現代はザ・パーシションアサシネーション・オブ。 ジャンポール・マラト・アズ・パフォーム・ドバイザ・インメイツ、オブ・ザ・アサイラム・オブ・チャレントン・アンダ・ー・ザ・ダイレクション・オブ・ザ・マルキス・デ・シャーデー。出演は、パトリック・マギー、イアン・リチャードソン、グレンダ・ジャクソンなど。ブルックはこの作品で、ナストロ・ダル・ジェント監督賞の外国映画部門を受賞しており、ロカルの国際映画祭でもスペシャルメンションを受けた。なお、この映画の日本語訳題は、 日本公開映画の中で最も長いタイトルである。ありがとうございます。